チャオ、あっちゃんです。今日は晩ご飯に、イカと大根の煮物を作ろうかなと思います。はい。で、子供がね、なんか、高野豆腐が食べたいっていうから、一緒に入れて、ちょっと、和風な煮物にしたいと思います。で、圧力鍋で煮て、時短で作りたいと思います。はい。スーパーで、イカ、買ってきました。1杯200円。で、さばいていきたいと思います。ひねりをさらっと取って、吸盤もさらっと流して、あんちゃん別に吸盤取らないタイプやねんけどね。はい。で、イカはここの胴体に指をグリ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 って入れてここにきます。はい、これで胴体と綿と足に分かれますね。で、胴体をよく洗って、で、中の折れた軟骨、骨取ります。ちょっと途中で折れちゃった。まあ、開くからいいけどね。包丁で切ってもいいので、もうハサミでいただきます。で、開いて、このね、ぬるぬるしたのね、嫌いな人は取ってください。あっちゃんこれ好きなんで使います。これね、はい。この辺中の骨、これをちゃんと抜かないと歯ごたえが悪い、硬いんでね食べられないんで、まあ、食べられないことないと思うけどな、硬くて、食べるのが嫌なんでね。で、イカを開いてワタンでこの辺ちょっと切ります。またね、破らないようにこの辺でね、目の上あたりで切ります。カメラ映ってるので、まあないと思うんですけど、ということでこれを切り離して、ワタと、足に切り離します。ワタはね、破らないようにして一緒に煮ます。後でワタだけ食べる。ワタね、醤油につけても美味しいよね、ワタだけ。別の料理にしてもいいし、このまま煮ちゃってもいいんですよね。はい、で、目を取ります。はい。今ちょっとね、何も言わんと勝手に取ってます。ワタを、で、ワタと、これ一緒に煮ます。で、足を包丁でもハサミでも開いて、くちばしが硬いから取ります。で、これで足も開いて完了。あとは細かく、ね、食べやすく切るだけ。はい。あとはね、食べやすく切ります。足今さばいて、次胴体さばきます。これね、先っちょのこのなんかベラベラ、エンペラっていうんかな、これを外して、適当にね食べやすく切って置いときます。なんか生でね、お刺身でいけるぐらい新鮮なイカや言うて、スーパーの人が言ってたんで、生でも食べたい、生っていうか刺身で食べたい気もするんだけどね。今日は煮物にしますね。なんかね、硬いの苦手な人は皮めくってくださいね。でもあっちゃん皮好きなんでつけときます。肝も一緒に置いときます。はい、ということでイカさばけました。イカは、とりあえず置いときます。次ね、大根。これね、スーパーで1本10円やった。まあちょっとね、酢入ってるし、いろいろあるんやろ、ね、あるんやろけどね。よくわからん。この100円か、100円にしたら短いなぁ思って近づいてみたら、ゼロが1個少なかった。えみたいな10円500勝さん大変やんね。手間かかってんのにね、手間も時間も大根かかんのにってことで、ね、大根好きやから1本使おうかな。短いしね。あっちゃんのね第一関節ぐらいより短いどうしようかな。とりあえずかこれぐらいか。こんだけ残します。こんだけ使います。でもね、大根皮むかへんタイプなんで、このまま使っちゃいます。はい。皮むいてもいいんだけどね、皮と身の間のにね、栄養があるから使った方がいいって言ってたんでね。はい。で、味がよく染みるようにね、1センチ幅ぐらいに切ります。ところがね、狭くてね、汚くて前景を映せないんだけどね。はい。で、1センチ幅に切った大根を半分に切ります。はい。半月切りっていうのかな。に切って、圧力鍋。大根圧力も結構でかいんよね、はい、圧力鍋の中に大根入れていきます、はい、大根を入れて、はい、高野豆腐戻しとくの忘れたよ。高野豆腐はぬるま湯でにつけてちょっと置いときます。もう10円やしね。大根全部使っちゃいます。大根の葉っぱも入れたらもうなんかもったいない。こういうのね適当にあっちゃ何でも使うんでね。使っちゃいます。大根もはい、10円大根全部使います。もうヘタのとこも全部使います。ヘタっていうんかなんていうか知らんけど、やってる間にもう高野豆腐が戻ったんで軽くねキューって絞ってよいしょ、軽く絞ったら食べやすく切ります。子供がねいつもスポンジみたいなやつ食べたいっていう、ね、スポンジって確かにまあスポンジやけどうちのみきちゃんが福島出身でしみ豆腐が好きになったのね。でしみ豆腐こっちで、ね、関西で手に入らへんからっつって向こうで取り寄せたりしててんけど、その地域でね凍み豆腐ってまあ高野豆腐みたいなもんやからね。はい。で、ここにさっきのイカ。イカも入れちゃいます。イカも全部入れちゃいます。はい。パックね、いつもね、洗ってスーパーに返すから、後で洗いますね。はい、水、ね、大体 200cc ぐらい。で、調味料いつも適当やねんけどね、今回ちゃんとしますね。砂糖がね、大さじで2ぐらい。まあ適当やね。はい。大さじ2ぐらい。で、醤油が大さじ3。これね、100均、ダイソーで買うてんけどね、すごい便利で、下からね、50、15、20って、20ミリまで測れるのね。大体大さじ15やから、すごい便利なんね、あんまり使わへんけどね、いつも名分量やから。これがね、お料理ブログするようになってから「大さじ何?」とか言うて書かんとあかんから、これ買ってんけどね。みりんも、大さじ3。はい。で、お酒が大さじ2。大さじ2ね。で、あ、そうね、あれ入れよう。ね、あっちゃんいつも使ってるのはこれ、4倍めんつゆを大さじ1。もうないな、買ってきやな。はい、これで蓋してね、圧かけて圧力鍋煮たいと思います。圧力鍋にセットして、はい、これで、強火にかけてね、これがね、熱かかったらシュルシュルってなんだけどね、シュルシュルなってから、4分ぐらいかな、大根に味染みさすんやったら4分ぐらいね、4分ぐらい煮て、で10分ぐらい自然を放置、自然に圧力下がるまで待って、で1回冷まして、もう1回熱入れます。で味を染みさせます。はい。あ、生姜入れるの忘れた。生姜チューブで、5センチぐらい入れますね。圧抜いて、かけないと危ないからね。はい、おろし生姜を。あ、入れすぎた。まあいいや。10センチぐらいやったかな。まあいいや。はい、今度はこれでいいかな。これでちょっとね、シュルシュルなるまで待ちます。はい、シュルシュルしてきたんで、弱火にして、タイマー4分で、あと4分間加圧したいと思います。はい、ね、4分間加圧して、10分放置。やけども、10分どころじゃない、30分ぐらい放置したな。忘れてって。だから、ここね、上げてももうプシュって言わへんからね、圧抜けてます。ということで、蓋開けたいと思います。いや、硬い。硬いから、ね、カメラ置きます。はい、ね、圧力鍋から違う鍋に移し替えて、ね、一回冷ますっていうかね、ちょっと熱冷めたら味が染み込むからね、このまま放置して、また食べる前に一回温めたいと思います。大根がね、大根がすっごい味染みてんので、箸でプチュって切れんの。はい、すっごいやっこくなってます。味見しますね。味しみて美味しい。はい、ということで今日の晩ご飯はイカと大根と高野豆腐の煮物です。はい、今日の晩ご飯は、イカと大根と、高野豆腐の煮物です。それと、もらった柿の蒸し柿です。で、食べたいと思います。